ステップ2、リオシクラウド、Quantum Cloud。さて、リオシクラウドって何でしょうまずは、まあ、簡単な緩い説明にすると、クライアントとサーバーがあるでしょう。それの間のインタラクションには、そのつながることには、と作用にと操作になっていると思いますが、例えば、リオシデータを交換することとか、あるいは、 リオシもツールを作って使用したりとかにしているかもしれません。それから、それのメインフォーカスな,な,なんですけれども、どういうふうに使いたいか、何が、えっと、工程のクラウドと違う,違うのか、まずはプライバシーとセキュリティになるんでしょう。それからそのデータの,の、えっと、完全性、それもあの種類の,の、えっと、セキュリティの一つ面になるでしょう。さて、 そリオシクラウドに使っているのは、それがメインの,の登場人物とかには誰でしょうそれが、まあ、クライアントがあるんですが、そのクライアントが、えっと、リオシの機能はあるかもしれませんが、それが制限されている。例えば、メモリーの容量は少ないし、もしかして、えっと、1キュービットの、えっと、 ゲートはできるかもしれませんが、そしてそのシングルキュービットのメジュメントできるかもしれません。あるいはシングルキュービットの状態を作ることにできるかもしれません。ですが、まあ、もう一つの種類の可能性とし,ととしては、もしかして、えっと、リオシの機能は全くはありませんが、それが完全にはクラシカルになっている。それも説明します。それから、これが、 全ての種類はこれがセミクラシカル・クライアントと呼びますが、それがまあ、種類によってそれが、えっと、クントム・コンピュータに近いかもしれないし、クラシカル・コンピュータに近いかもしれない。そしてこれがまあ、最後ののそれもちろんないので、それがセミクラシカルと言わないんですね。そしてサーバーがあるんですね。そのサーバーが、えっと、完全なの量子が計算できるかもしれませんし、それがまあ、誤り訂正型。 になってるかもしれないし、まあ、この場合だったら、リオストーリージ、そのデータ容量が、えっと、あの無限にはあると考え,考え,ます考えています。<laughs> これが、えっと、この場合の,の、えっと、Quantum Cloud の説明として。それから、いくつかの使う手法があるんですが、そのシナリオが、まあ、例えばそのクライアントがあって、サーバーがあって、 これがインタラクティブの場合だったら、これがまあ情報科学、コンピュータサイエンスとしてはそれが一つの用語なんですが、そのインタラクティブスキームは何回もあの問い合わせはできることにはなるでしょう。そしてそのあの数、何回も,もう行ったり来たりするなんですが、この場合だったら、えっと量子の通信両方と,えっと含,まれ含まれています。 そしてセミクラシカルクライアントにはまあそれが半古典のことなんですが、これもしかしてそのクワントムメモリーもあって、シングルキュービットユニテーリー演算はかけられること。それからこれ、一般としてはこれがサーバーを一つだけは使うことになるんですが、これがインタラクティブのスキームになります。そして、大体その量子状態は直接送っているかもしれないんですが、 まあ、基本的にリオシインターネットの場合だったら、それをテレポテーションを使って転送しているでしょう。もう一つの種類はノンインタラクティブスキームなんですが、これが二つの例があるんですね。一つの例は、クライアントは一回行ったり来たりにはしているんですが、もう一つの手法としては、サーバーからデータを受け取っているだけ。そしてこれが run、run round と言います。あるいは、 fully one way えっと片道だけのの通信になるでしょう。でこれがえっとできることと先のの fully interactive にできることはそれがまああの情報が情報科学者ががいるな違いを証明してやるんですが、それが今回にはそれがえっとモジュールのの内容としてはえっと含まれていないので別のあのと we want computer science のの授業での勉強になると思います。 それから、これもセミクラシカルの半工程のクライアントを使おうと思いますが、この場合だったら、クライアントが1キュービットの測定だけでの機能としては十分かもしれません。それから、これも基本的に1つのサーバーだけを使う、使います。それからもう、これも、さっきと同様には、直接データを送る場合もあるし、テレポーテーションを使う場合もあるでしょう。 そしてもう一つがあるんですが、これがもしかして複数台のサーバーを使いたいかもしれません。そしてこれが見える通りにはかなり形は違うんですが、これができることはかなり異なってるんですが、それが情報科学者にはゆるゆるを証明してある。それからそれが、クライアントが完全に古典のシステムになってるなんですが、 リオシコンピューター、サーバーとサーバーの間にはエンタングルメントをシェアできることにはならなければなりません。そしてこれが、まあ、このところには4つのエンタングルメントを用意と,と例示であるんですが、それがもしかしてリオシーインターネット経由で作ったエンタングルメントになるでしょう。そしてこのサーバーは多分、おそらくこれが2つの会社、2つのサービスプロバイダーを使って 別のところに用意してあるし、別の会社は運用しているし。そして一つの重要な条件なんですが、このコンピューターとコンピューターの間には、もちろんそのエンタイングルメントを使うんですけれども、そのエンタイングルメントを使っているうちには、次のステップに行くことについては、それが早くしなければならないんですが、それが公転通信ができない状態としては、それが条件です。 になりますその条件を満たす場合なら、それがどのぐらい計算は秘密にはできるか、などにはいろんな証明には使います。そしてこれがいくつかの手法なんですが、これからその使い方を使って、非特性の量子計算を説明したいと思います。